広北町は佐賀県の中央部に位置する町で、貴島郡に属する。鉄道や国道が分岐する交通の分岐点で知られる。佐賀県の自治体において、町は、町と読むが、広北町のみ唯一、町でなく、町と読む。以前山口駅南側の町並み平均気温15.8度、平均降水量1853ミ、mm、リメートルで、平均の初霜は11月上旬。 周葬は4月上旬で温暖な気候となっている。町内は6大技が設置されている。当初は、岸島軍の合併協議会に参加していたが、新役場建設位置などをめぐり破綻。当面は、単独調整を維持するとしている。詳細は、九州新幹線を、参照2008年2月24日の町長選挙において、新幹線建設反対を公約を掲げ、 分岐駅機能が、非前山口駅から、竹尾温泉駅に移ることになり、町民には、利益がない、と、新幹線建設反対こそが、広北町の新工策であると主張した田中源一が、新幹線容人を唱えた、新人候補の元県職員を破り5期目の当選を、果たした。しかし、2007年12月16日に発表された、計画を推進する佐賀県、 長崎県 JR 九州による不可解な三者合意によって2008年3月に着工認可され4月に強行的に着工されたその際田中町長は新幹線は佐賀県にとって何のメリットもなく無駄な公共事業と発言している田中は2011年9月15日の町議会において2012年2月の町長選挙に 六千を目指して出馬することを表明。新幹線について県民が必要としていないものを震災の最中に建設するのは疑問。政府与党には10年間の事業凍結を求めていくと話し、改めて新幹線建設反対の立場を鮮明に示した。同選挙では田中以外の立候補者はなく無投票での六千が決まった。市長引退後も田中は機会を見ては、 建設反対もしくは事業の抜本的見直しを求める発言を繰り返し言っている。ビッキー1994年8月から広北町のマスコットキャラクター。ピンキー1996年10月から広北町のマスコットキャラクター。岸間軍から選出される佐賀県議会議員の定数は2議席である。上、小田の高台の工場軍。 旧騎士島鉱行第5校の跡地。山口郵便局ケーブルテレビ統計は全て2010年10月1日の国勢調査のもの。最寄り空港は佐賀空港。佐賀県内唯一の空港で、県や地元財界による空港利用促進策の一環として、港北町内と同空港の間では乗り合いタクシーの利用が可能となっている。また、 佐賀空港の就航路線以外の最寄り空港としては、福岡空港があり、同空港と博多駅を結ぶ福岡市営地下鉄、あるいは、同空港と佐賀駅を結ぶバスなどを介して、広北町と連絡している。鉄道駅、編集非前山口駅鉄道路線、列車、編集九州新幹線西九州ルート問題については、行政を参照のこと。駅前のバス停と、 県道35号関川家住宅館館医師、ありがとうございます。